はい、こんばんは、てりやきでございます。これ YouTuber あるあるじゃないかなと思うんですけれども、録画ボタンを押してないのに気づかずに小1時間ぐらいずっと録画しながら喋ってるみたいな全く無駄な1時間をこれね、そういうのってあるんじゃないですか、きっとね。録画あるあるというかYouTuber あるあるとしてね。はい、キンブリとの一戦でございます。キンブリが我が国に侵攻してまいりました。で、主力がですね、このバリスタという兵器、こう見た時にはもう度肝を抜かれましたね。なんで蛮族がこんなもん持っとんねんみたいな。これがね、まあ工場兵器ですけれども、対野戦でも通用するんですよね。結構な射程距離なんですよ。これ欲しいなと思いましたね。で、僕もまあすぐ開発しましたけども、こんな蛮族に負けてられねえよっていうね。開発で負けてるじゃないか、何やっとるんだ開発部隊はっていうことですよね。テリヤキ研究所のやつらは一体何をやっとるかってことですけども、危ない。これ歩兵にぶつかっ、ねえ、ぶつけられたらどえらいことですよこれ、本当に。あ、当たりました。今ヒットということで、今の一撃で4名ですよね、4名お亡くなりでございます。なりますよね、結構これ。本当にちょっとこのバリスタ恐ろしかったですね。結果まあ戦況を左右するほどの威力はなかったですけれども、結構やられましたよ、まあちょっとね。ああ、今も食らいましたね。今これバーチー、これエンタテ剣士が弾け飛びましたよこれね。いや、相当なダメージでございます。しかしもうね、もうバリスタ見た時にもう全軍走ってましたからね。もうね、早いことやっちまわねえとえらいことになるぞってことで、全軍突撃でございます。まあ兵の数ではね、うちが圧倒してるんで、もうあとは、もう前進あるのみですね。はい、まずバリスタを、これ敵のバリスタとか取れたらいいのにね、戦利品としてね、はい、ということでぶつかっております。もう結構敵のね、一部は敗退。わあ、これ背後から行ってますね。これ背後から突撃をしております。バーチコーン。そして今回からもう石膏なんですけどね、石膏騎馬隊なんですけれども、雇うことができるようになりました。この騎馬隊がおるのがね、全然違うんですよね。すごく強い。防御力はバレクソ弱いんですけど、やはり機動力があるんで、こう敵がね、こう逃げてるじゃないですか。こう逃げてる兵隊をこう追っかけて、追い打ちかけたり、相手の背後に回り込んでこうして包囲したりすることできるんですよね。もう真っ白ですよここもう敵の歩兵はもうね、囲まれてどえらい目に遭ってますよ。こういう相手の裏に回り込んで、であとこういう逃げてる兵を掃討するという、そういう、これ逃げられたらまた復活しよるんですよね。一匹でも残ってると、もうその部隊をゼロにするか1にするかっていうことで、大きなそこで差が生まれるわけです。1やったらまだ復活するんですよ。ゼロやったらもうね、また新たに本国に帰って雇わなければいけないので、まあ相手にとったら大きな戦力ダウンになるんでね、このようにして騎馬隊で完全にまあ全滅させるっていうことが
ものすごく大事なわけですね。追い打ちとして追い打ちにものすごく使えると。まあほとんどもう戦況は決してね、おりますけれども、このように、敗残兵をですね、まあ、背後からこの騎馬隊が襲うと。もうこの逃げにこんなんもう絶対嫌ですよね。騎馬隊に追っかけられるみたいな、もう最悪でしょこれ。突撃にもボコボコですよこれ。こんなのはもう人生で絶対経験したくないですよね。あ、おい生きてるよこれまだこいつ。このようにね、追っかけ回して、最後まで相手にダメージを与えると。こういうことがね結構大事です。はい、こんな感じですね。はい、ということで、生意気なキンブリメということですよ。本当にえらい下に見とったら実際技術では上行ってたみたいなね、バリスタの登場ということで、はい、こんな感じで今回はリプレイを見ていきました。はい、ということで今回はこの辺で、またね、あ、ごめんなさい、さっき言ったように1時間ほど僕1時間か2時間ぐらいね、今回まったりやろうと思って録画してたつもりが録画してなかったために、キンブリとはもう手組みましたっていうのは、キンブリをあと一歩まで滅亡っていうところまで追い込んで、相手が3300お金払うから同盟和平してくれとか言うてね、大枚を積まれたもんですから、もう大枚に目くらんで僕も手組んでしまったんですよ。でキンブリとの戦いはもうおしまい、これで、ね、で他と戦いが始まります。はい、次回、まあ、南側のね、資源のある国を奪いに行こうかということで戦っておりますので、そちらまた乞うご期待でございます。はい、では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。